こんばんは。やっほん。ショールームを終わって帰ってきたのでつけました。ちょっとだけ配信します。今日はね、ジュリーちゃんが教えた花便りに出演してくれたので2回目ですね。たくさんお話ししました。ジュリーちゃんはね、すごいね、喋りやすいです。なんかめっちゃ年下だけど、まあ、もうジュリーちゃんみんなそうなんだよね。もうみんなめっちゃ年下なんだけど、結構ジュリーちゃんはコミュ力があるので喋りやすくて、すごい私は結構こう喋ってくれる方が私も喋れるので、とっても頼もしかったですえ、そうなんですよ、なんか目が赤いんですよ今日一日中。でも別に痛くも痒くも何もないんですけど、なんか特に左目、こっちの目が赤くて、なんでですかね。でも別になんか痒くもないんだよね。わかんない。こんばんは。てか松田スタジアムのさ、サイン私見てないんですよあれファンの方のさ SNS でさめっちゃ知ってさ、どこにあるんですか。なんかサインにがあのなポスターになってるやつ、あれどこに飾ってあるんですか私あれ見てないですね。今度行った時見ようと本人見てないですね、知らなかった。グッズ売り場、わグッズ売り場行ったんだけどな、グッズ買いに行ったんだけどな、見てないな知らなかった私、ああやってなってるって。まずそう最近ね、まああの一回つぶやいたんですよね、そのカープ行ってきましたって。でもその時はあの瞳とは言わずに、そう YouTube を見てから知ってみんなにちょっとお知らせしようと思ってたので、そうでも別に行ったことは SNS には書いてたんですけど、実はあれはイコの愛情チャンネルで行ってました。今回そのイコノイジョイチャンネルでね見ていただいた方も知ってると思うんですけれども、あの発表をねマイカとひとみ2人があの見守ってくれてる中、実はそのソレイケカープの出演が決まりましたっていうのを発表していただいて、そうめっちゃびっくりして、そうえーってなって、そう私は何も知らずに、なんかなんて言われてたのかな、まあなんか撮影が動画撮影があるからって急に言われて、なんかちょっとだけだからって言われて、はいって言って行ってから、そうしたらなんか2人にはなんかアンナのなんかみたいな話だけされてたらしいんですけど、私は何もされずにこうやって言ったらあれみたいな、知ってるスタッフさんがいると思って、おはようございますみたいな、しかもカメラ回ってるって知らなかったから、そんなコメント撮りだと思ってたから、あれみたいな感じになって、こんにちはって、えめっちゃだから怖かった、えみたいな、もうカメラ回ってる、ドッキリなんかのドッキリやんみたいな、普通にコメント撮りでそのなんか撮るんかと思った、お知らせとかを、だからあなんかドッキリやん、怖い怖い怖いと思って、そう
で発表していただいて、まあそこからすぐ撮影があって、本当にね嬉しかったです。しかもなんかまあこの一連の流れをもうさ何時間もかけて密着なわけだから、1日密着じゃなくてなんなら4日間にわたっての密着なんですよね今回。その発表していただいた日、撮影に来ていただいた、撮影していただいた日で、その後完成した映像をひとみとまいかも来てもらって一緒に見た日、そしてマツダスタジアムに行った日という、あの4日間を凝縮していただいてるんですよ。だから本当にあのすごく手間がかかっているからありがとうございますというね気持ちなんですよ本当に。そう1日よとかじゃなくないから、そう密着4日間もねしていただいて、そうありがとうございますっていう、そう撮影当日もねずっといてくださって、そうそう途中で髪色変わってたよね。そうでも瞳とマイカが本当に面白くてえ、マイカちゃん落ち込んでたよ。しかもなんか結局なんかいけそうだったかもみたいなに感じになって、でもまあ無理ってなって、なんかめっちゃ広島本当行きたかったってなってた。そう私よりも2人の方がそうなんかもっと元気だった私はなんか緊張混じりだったけど、でも2人のおかげでなんか私もすごくこう和んだし、本当にね改めてね撮影してる時もそうだけど、カメラが回ってる時もそうだけど、見返してみても本当にあの2人にありがとうってすごく思いましたそう、そう、それで本当にね弾丸あの日帰りで瞳とねその後広島に行って、私も泊まらずに、そう実家に帰らずに、モカにもだからその日会えてなくて、本当に始発で行って帰るみたいな感じで日帰りしたので、そうあの皆さんボートレース行ってないです今回は本当に弾丸だったので行けてないんですよ。あの皆さんあの私たちがボートレース絶対行ってるって言われてるんですけど行ってませんよ今回は行けてません。はい撮ってませんよボートレース。ちなみにそうそうなんですよ、あと私なんですよね多分ボートレース出てないのが。だから皆さんもね言ってくれるんですよすごく。であの撮るいつかは撮るんですよきっとね。でもともと本当は宮島撮る予定が あったんですよ。そうだけどちょっとねなかなかスケジュールがねやっぱね広島ってねなかなか行けないのよそうあのね結構遠いじゃないですかそうだからなかなかねちょっとスケジュール的にまだ行けてなくて、ずっとねそう結構昔にね一回あったんだけどねなかなかちょっと行けなくなっちゃってね、だからまだ撮ってません。私はまだボートレースを経験したことはありません。なので、まあ、いつかね行きたいなと思ってます。日帰りしたのでなんせなんせ日帰りしたのでね、でも本当にねこう瞳が来てくれて、ね、すごいね楽しかったし、そう球場でもいっぱいご飯食べたりとか、そうめっちゃ楽しかった。でなんか瞳は結構野球詳しいというか、そうルールとかすごい分かるから、そう私が説明とかしなくてもすごい分かるし、その選手とかも結構なんかね地頭がいいんだろうねなんかもう覚えちゃうのよ、その1回で、あさっきこうだった選手だとか、あこの選手私が少しでも例えばこの選手私と
同い年だよとか、この選手は私より若いから瞳と同い年ぐらいかもとか言った時とかもにすぐもうどんどん一致していくんだよね。だからなんか頭いいなみたいな思いながら、そう記憶力がいい、そう知識の幅が広いのよ瞳って、いつもそれはすごく思うし、そうだから容量が本当にあのいい方なので、あの方はだから普通にカープもすごい楽しんでくれてて、あユニフォームは私が持って行きました。しかもすごかったのが、私は瞳にユニフォーム着てねとも言ってないし、あのまあ瞳がなんか着てくれるって言ってくれたら渡そうかなぐらいの気持ちで一応瞳の分も持ってってたんですよ。 そしたら「え着る着る」って言ってくれて渡しました。これ着てって言って、そう私のですね、そうどれ持っていこうかなって迷って持っていきました。でなんかついてきてくださったスタッフさんたちもみんな普通にねユニフォーム買ってね応援してました。そうなんか白と赤をどっち持っていこうかなとか思ったけど、私あんま白持ってなくて、で白持ってる選手はでも今日は出ない選手だなとか思ったから、そうだからだし、まあ瞳は赤だしなみたいな、まあ、赤でいっかと思って、ワンちゃんピンクとも思ったんだけど、そうけどまあいや瞳は赤かって思って赤持っていきました。そうそう瞳の反対、そうなんですよ。そうっていう理由でまあ瞳ちゃんには坂倉選手のあのユニフォームをね着てもらって、もうカンフー、このカンカンバッのねバットとかもあのちゃんと2個用意して、はいこれで応援してくださいってそう本当はね、まあ、カープのホームのユニフォームは白なんですけど、まあ、赤着てる人の方が多いんだよねカープって。お父さんはなんかユニフォームね持ってるんですけど、まあなんかね暑いって言ってねその時は着てませんでしたねめっちゃ暑かったんですよ本当に、その日本当になんか初めて今年初なんかあ日焼けやばいかもって2人でなって、急遽マネージャーさんがあのスプレータイプの日焼け止めを買ってきてくださって、やばいやばいって2人でもう振りまくってた日焼け止め。そう振っといてよかったねって言って、そうめっちゃ暑くて、普通になんか夏の太陽じゃんってぐらいめっちゃ暑くて、そうおいおい太陽って言ってました照らしすぎだよって言ってました二人で。そうしかもその日なんか雨の予報だったんですよ。ではやばいかもねってなってたんですよね。そしたらなんかめちゃくちゃめちゃくちゃ暑くて、そうね試合もね惜しかったんだよ。でもすごいねいい試合だったんですよ。なんかあとちょっとっていうね試合だったんですよ。だからね悔しかったんだけどね。しかも1回は点入ったと思ってさ、ふわーってなってるからね、あの試合。本当にね、おもろかった。楽しかった。瞳は、なんかその、アウト判定になったのかな？それで、私が、って顔してても、私とパパが隣で、こんな顔してたの。え？みたいな。嘘でしょって。もうガーンみたいな、もうなんかもうやばい顔してたの多分。もうそれに隣で爆笑してましたほんまに爆笑本当に面白かったもう終わったって顔してたそうえ普通にねなんかパパと瞳とアンナで3人であのコンコースを普通にご飯買いに行ったりとかしてた普通に試合中は撮影してなかったから普通にパパにこれ買ってって言ってたで瞳となんか飲み物飲んだりスムージーなんだなんか飲んだりとかしてました。
しかもなんかパパさサングラスしてたんですよ。それでなんかまあサングラスだったらいいよみたいな許可出してたんですけど、なんかちゃんと顔が預けられてました。パパは別に何でもいいよって感じの人なんですけど、しかももっと喋ってたんよ、全部カットされててかわいそうパパお調子も調子乗ってなんか結構喋ってたんですよ。なんですけど結構カットされてました本当に本当に。え、別にみんなメンバー全員会ったことはあるけど、そう会ったことはあるんですけど、そうだし、なんか瞳は特に結構ねパパはね喋って、瞳マイカは結構なんか電話とかで喋ってるから、なんかそんなね、うん、なんか一番いいコラボで喋ってる2人だと思うから、別になんかね緊張とかないと思うお互いひとみとねパパとあのスリーショットあるよ、 見ますか。ひとみに許可取ってないけど、まあいっか、これこのひとみちゃんもいいよね、可愛いからじゃあみんなに特別に、でもあの拡散はしないで、今ここに見てる人しかダメだからね、みんなに見せてあげますね。おもろおもろスリーショット、おもろスリーショット見えましたかおもろスリーショット、おもろスリーショット。どう？馴染んでる？ちなみに私があの食べ物並んでる時に撮った、瞳とパパを撮った写真もある。おも何この光景って思って写真撮った、面白かったから瞳がこうやってんのさすがにそれは見せないけどめっちゃおもろいでしょ。でも私はなんかもうパパにってもうみんなパパにって言うんですよ。でも私的にはなんか違う、みんな家族とかももう本当にちっちゃい頃とかもうパパ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 言われてたんですよ。でも大きくなってきてからちょっとママに似てきたねって言われるように家族ではなったはずなんですけど、本当にイコラブの中に行けばもうあんたはパパに、あんたはパパにってめっちゃみんなに言われる。本当にみんな言います。はい、本当にね嫌ですねいや本当に困る困るな。瞳が着てた日本は私のです、安心してください、私のですやだやだ。あ、そう、でも女の子お父さんにいるってよく言いますよね、結構ね言いますけども、けどもでもなんかそれをそのこのスリーショットをね、その仲良しのスタッフさんに送ったのよ。で、私のパパのこともよく知ってる、まあ、なんかタビラン TV とかに結構ついてきてくださってたスタッフさん、マネージャーさんに送ったんですよ、写真を。そしたら、アンナ2人と瞳がいるって言ってました私とパパがそっくりだからっていつも言うのね。だし、なんか喋り方とかも似てんだって。だからアンナ2人と瞳がいますねって言ってたやばいよね。でもなんか本当にパパはもう私以上さ超広島弁なわけですよ、もうね。でけんそれがもうびっくりしてたし、ひとみもなんかアンナは広島弁薄い方なんだってようやく分かってくれた。これでもパパもアンはって言うない、それ意味わからんでしょ、なんでなんでほんまにほんまに。でも私がだからその家族とかと喋ってると余計広島弁になるから、でもそれは言ってた、今日広島弁が強いって言ってた。
そう、私の、 あのお母さんはあんまそういうのちょっとね、あの出るの恥ずかしいっていう人なのであんま出てこないんですよそう、絶対に嫌だっていう人だから、嫌だよってなるから恥ずかしいっていうから、うん、パパは何でもいい人だから、ママは出てきませんけど、うちのライブとかは来るけどね。パパしか出てきません。2回も登場しちゃったよ。 MV とイコノイジョイチャンネルに登場しちゃったよ。そう、でも昨日、今日はね野球なかったから、昨日もねずっとね電話しながらね見てました。パパは有明来てないよ。神戸今日来た、パパとママが。ライブのスペシャルゲストでパパが出ても誰も喜ばんやろ、誰もわかんわあれです、ソロ歌った時はいました。泣いて喜ぶ、絶対泣けよ絶対泣けよ誰得でもない。パパってレスとかくれる？いや、あげるよ、あげるよ、じゃあレスを。嬉しい嬉しいクロスライブでラップやってもらう誰とクロスしてんねん、ほんまに、ほんまに。本当にね。しかもまた私のね友達のね子供が登場してた、登場してたでしょ、めっちゃ可愛いね。そうそう、てかね聞いて、これは瞳にもね見せたんだけどね、この前送られてきたから。しかもなんか今回もその YouTube が出た時になんかそのね友達から LINE 来て、 YouTube よりによって寝る前にそのねあの子が見て、子供ちゃん、子供くんが見て、もう一回、もう一回だけでいいから見せてって言って、しつこくて寝てくれなくなったって俺ね YouTube 出たんよってずっと言ってんの、めっちゃ可愛くて。そう、え、なんかね声が送られてきたの聞いてほしい。アンナー、いつもアンナーって言うね、アンナー YouTube 出たよって言ってる。聞いてて、みんな、え、ちゃんと君の心にホームラン本当は言えるんですよ。君の心にホームラン、かわいい、かわいくない、ほら言えるんですよ、本当は、本当は言えるんですよ。しかもね、Bセル歌えるんよ、この子。すごくない？ちょ、Bセル歌えるね、動画もあるんよ。でもそれがめっちゃおもろい。ね、青さ、青さパリ、パーティーが始まるよって言ってるわけじゃないですか。あ、奥さん、なんかね、あ、奥さんバリの始まりって歌うんですよ。それがめっちゃおもろくて可愛いから聞いてほしい。ちょっと待って。どれだっけな、これかな、これだ、ちょっと待ってねえ、本当にすごいんですよ。すごいんですよ、聞いててくださいね、ちゃんと。いきますよ、Bセル歌ってくれます。さあパウィの、はい、あ、ちょっと待って、さあパウィの始まり、はい、あちんへ、はい、可愛くない、ちゃんと歌えてるの、めっちゃ可愛くないちゃんと歌ってんの、
しょ。足りなーって言ってんの。可愛いでしょ。本当はだからここまで歌えるし、君の心にホームランもできるんですよ。でもちょっとやっぱり人がいっぱいいてカメラも回っててちょっと恥ずかしくなっちゃってできなかったんですけど、本当はできるんです。可愛いでしょ。Bセルまで歌えるんだから、しかもよりによってBセル歌えるのすごくない？むずいでしょっていう。でも結構ね、何でも歌える、結構本当にめっちゃ歌えるし、そう、可愛い、可愛いです。こうやっていつも送ってくれます。シトロンラップむずすぎ。みんなもできますかそれは。もう奥さんパーティー始まっちゃうから、奥さんバリの始まり何やねん。本当に可愛いでしょ、上手でしょ。なんかいつも本当車でずっと多分流してくれてたり、そうとか、なんか街中で流れ、イコラブの曲が流れててね、なんか気づいてくれたりとか、そう、本当に可愛いんですよ。なんかいつもあの子と可愛いって聞いた、可愛いって。可愛いって英才教育してますね。はい、可愛いって聞いて。いつまで言ってくれるかな、何歳まで言ってくれるかな。ママとアンナどっちが可愛いとか、ママが聞いてアンナって言ったら、あーよくできましたって。英才教育してるから。可愛いでしょ。なかなかいないよね、この年でコラボをさ、こんなにさ聞かされている子。なかなかいない、レアです、天才キッズです。いつまで言ってくれるのか。お腹にいる時からイコラブちゃん聞いてるよね。でも本当にさ、その実は今お腹に赤ちゃんがいるのとか報告してくださったり、生まれたよとか、本当になんか本当にさ幸せな気持ちになりますね。とか、あの娘連れてきたとかさ、可愛いってなる。この前もツーショットとかもさ、でもまだ一人でその椅子に座れない、一人で座れるけど、そのまあ高いじゃちょっと椅子だから、もう抱っこしてお母さんが付き添いで来てくれてっていう子とかも何人かいて、あもう本当にさ可愛すぎて、もうね、こんな小さい子に好きって言ってもらえるなんて本当どうしたらいいですかっていうさ、可愛すぎてメロメロになっちゃう。だからちゃんとあの立派な大人で、大人にならなきゃ、私が。いい教育を私がしなきゃね。お手本にならなきゃいけないから。生後10日生まれたてすぎ、すごいねそれは。でも本当になんかいっぱいいる。私の友達とか、結構そういう子供が生まれてるとか結構いるから、そうなんか本当すごいなって思います。はい、本当にみんな子育てしてる。いやマジで可愛い。
ね、そう知らぬ間にね子供が生まれてるとか、え、そうだったのみたいなさ、そのみんなはさインスタとかでさ繋がってるじゃん、けどさそれを知らないじゃん、うちらって見れないじゃん、だからさあそうだったのみたいな、そのめっちゃ仲いいぐらいのさ、そのめっちゃ2人とかで遊ぶっていうぐらいの子から聞くみたいな、そうだったみたいな、今だったらさ別にさそんな会わなくてもインスタで繋がってるとかさ多いじゃん、やっぱこの世の中でも、さそれが私ってないからさ、マジでなんかそういうめっちゃ仲いい子とかと会った時に、そういえば誰だろう、もう子供生まれたらしいよみたいな、えみたいな、なんかストーリー書いてあったとか、えそうなみたいなそうなんかそういうのめっちゃ多いです。そうすっごい2人とかで遊んだりとかはないけど、まあ知ってるぐらいの人とかが多いかも。すごいなって思います、ね、っていう、どんどん野球の話からね、どんどんそれていってしまったんですけれどもそうということで、あの野球の話をしてる配信だったんですけどね、今季に乗り遅れてる人間、汗汗、全然汗汗じゃないですよ、自分に女の子ができてアイドルになりたいって言ったら応援します、応援する昨日マツダスタジアム行ってきたよって、うれし、次ありがとう。そうなんか毎回本当にね、毎日のように試合がある日誰かしらが報告してくれたりとかするからめっちゃ嬉しいんだよね、本当に嬉しい。プロポーズ成功しました、わおめでとうございます、おめでとうございます、すごい素敵な素敵なお話だ、子供の日に子供とカープ見に行く、素敵だ、試合前にも流れます、試合前はフルで多分何もなければ一応フルで流れるんですよ、で7回表のあとラッキーセブンの時は短いバージョン、一番に全員が入ってるバージョンが流れます。そうだからいつもなんか私はその現地にはなかなか行けないので J スポーツで動画を見てるんですよ、野球中継を見てるんですけど、毎日自分の声が聞こえるんですよ、テレビだと結構 CM とかになっちゃうことが多いと思うんですけど、でも J スポーツだと CM になんないから、そうだからずっとね自分の声をね聞いてますね。そうサンフレッチェにも行きたくって、毎回帰るたびに試合やってないかなって見るんですけど、なかなかやっぱサッカーってさ試合数がさやっぱ野球に比べて少ないし、全然で、あと土日が多かったりもするので、サッカーって本当になかなか行けなくて、そうパパもねサッカー行きたいって言ってるんだよね。そうなんですよ、勝っても負けても7回のラッキーセブンの時は流れます。新スタジアム行きたい、パパの第一声サンフレーとか言ってたしね何の流れでサンフレーって言ったんかな、分かんないけど早く行きたいです、早く行きたい、スタジアムにねまだ行けてないから、私は何回野球とかサッカーとかスポーツ観戦できるかな、早く行きたい、サンフレ強いし、今年ワンチャン優勝優勝、でもめっちゃチケット取れなかなか取れないってね、サンフレの方やっぱ新しくなってね、
強いしね、手に入りづらそう。でもスポーツ全般好きだから、なんかね、団体でそのなんだろうな、チームでみんなで戦ってるみたいなのがすごく昔から多分好きなんですよ私は。そうだから、てかスポーツが好きなのかも。なんか何かに、別にそれが団体競技でも個人種目でも、なんかこう一つのことに対してこうみんなで突き詰めてじゃないけど、個人スポーツでも別に一人だけどさ戦うのは、でもさこうなんだろう、コーチとかさ、こういろんな方とさがいてからのその選手じゃないですか、まあチームじゃないですか結局は。だからなんかそういうなんだろうな、チームみたいなのが私は結構好きなので、そう好き。バレー見るの好きですね。バレエめっちゃハマってたな。全日本とかめっちゃ見てた。 JT サンダースもちろん知ってますよ。女子バレー派、そうね、まあどっちかと言ったら女子バレーの方が見てるかな。なんかハマったきっかけが、まあ、それこそバレーの、 その全日本が本当に昔ですよ、十何年も前に、広島でね全日本の試合があった時に、私たちがその踊らせてもらうっていうね時があったんですよ、通ってたスクールで。それで毎回試合の時に踊ってて、だからそれ終わったら試合とか見させてもらってたりしたから、なんかそこで初めて好きになって、そう、それまでは正直あんまり知らなかったんだけど、もそっから超ハマって、そうそう、木村沙織さんとか迫田選手とか、そうめっちゃもうその時代でめっちゃ好きで、そうそっからめっちゃハマって、もう夜中の4時とかに、でその海外で試合ある時でも夜中の4時とかに起きて携帯で見たりとかそうするようになったぐらい、高校生中学生かぐらいの時かな、中高生ぐらいの時にすごいハマって、そうもうそれでねすごい好きになって、ですごかったのが、一回その好きになったちょっと後ぐらいに新幹線で選手の方と遭遇して、そうテンション爆上がりしてたっていうのもありました。そう新幹線、だからなんかその裏とかでさ、試合前とかもうマジで背が高いの、ダンス踊らせてもらってたからさ、裏とかにこう行かせてもらってたんだけどさ、裏っていうかまあ待機してる時とかにマジで背が、もうしかもその頃の私なんてもっとちっちゃいからもう超見上げてた、もう海外の選手とかも弱かった。かっこいいみたいな。しかもなんか結構海外の選手ってノリがさイエーイって感じだから、すごいなんか私たちになんかハローみたいな感じなのそうなんかすごいノリノリなのね、そうそれがなんか楽しかったはーいってめっちゃ陽気ようなの、本当に試合前だからなんかこう精神統一みたいな感じじゃないの、本当に超フレンドリーだそうなんかそういうのとかもちょっと記憶にあります。まあ私ももうすっごいもうね十何年も前だからすごい記憶にあるわけじゃないけど、そうそう全日本女子バレー真鍋監督学べジャパン超大好きで、うん本当に超見てた。え監督かわいい。本当にめっちゃ好きだった。だからバボちゃんのなんか人形とか買ってた。その頃とか特にバボちゃんっていうその全日本の
バレエのキャラクターバボちゃんバボちゃんもねめっちゃ可愛かった。そういつだろうな、本当に中学生ぐらいじゃないかな、学校終わって行ってとかしてたからね。バボちゃんとも接触してる接触って何バボちゃん、そうなんかスポーツ好きです、全部好き。去年のティフでバボちゃんの写真撮った。え、ティフバボちゃんいたの。え、あんなも撮りたいあんなも撮りたかった。今まで私さ、歴代さキャラクターさ、こう何種類のキャラクターの方と共に踊ってきたりしたんだろう。私結構多いと思う人生でなかなかいないと思う。誇れるかもそこはそこ本当に誇れるかも。だってサンチェフレッチェ、まずね広島のサッカーのね友達、踊ったことあるし、何回も、もう何回も何回も一番踊ったし、だしあのカープのそれこそスライリーとも何回か一緒に踊ってるんですよ。そうでバボちゃんとも踊ってるでしょそれ合ってるじゃダメですよ、一緒に踊ってるだからね、パフォーマンスしてる。もうね今広島でも3つでしょねそれでちいかわ、ちいかわとかね、そうで USJ サンリオとかもそうだし、結構結構よし、これからもたくさんたくさんいろんなキャラクターと踊れますように広島行きました、ありがとう。ギネス申請しとく(笑)ドアラとね、すごい結構踊ってきたわ。でも本当に皆さん当たり前なんだけど本当に素晴らしい、あの本当に元気をくれますね。やっぱキャラクターってすごいです、本当にマジでマジで私より全然アイドルです本当にアイドル、本当に。いや本当にね、エルモたちマジキレキレダンスすぎる、おもろすぎ、かわいすぎる(笑)エルモとクッキーモンスターとアビーとマジでね陽キャだから、私たちさあのクッキーモンスターに対してさMBTI 診断してたから、絶対この人いいみたいな、絶対クッキーモンスターいいでしょみたいな、陽キャでしょってずっとクッキーモンスターに言ってたもうクッキーモンスターはいいだよみたいな、陽キャだよってあんた MBTI いいでしょって絶対愛じゃないよねって言ってたなんかもうクッキーモンスターはいいです、はい、絶対いいでしょ一緒だねとか言ってた本当に、人間だけじゃないですよMBTI はおしとやかな、きっとキャラクターもいるじゃないですか、こういう、クッキーモンスターと仲良くなりましたんって。クッキーモンスターはなんか写真撮ってる時になんかすごいあのなんかこっちに寄りかかってきて、えっと思って、寄りかかってきたでしょ、ちょっとうんってやってきたから、でもちゃんと映像に証拠残ってましたから確かに USJ はEのキャラが多そう、確かに
しかった。ミニオンもめっちゃ可愛かった、ミニオン。てかなんかあの動画が出た後にさ、なんかスタッフさんとかからさ、 USJ の動画見たよ、ミニオンとめちゃめちゃはしゃいでたね、可愛かったよって言われて、めっちゃ恥ずかしい、本当に本当に恥ずかしい、マジで。もうなんか改めて言われると恥ずかしいからやめてください。なんかテンション上がっちゃってたのよ、本当にあの時は。そうミニオンはあんなかなって勝手に思ってたし、そうね、自分からっていうちょっとね思って、あのテンションが上がっちゃって、ステージ前だったし、しかもライブ前だったからちょっとハイになっちゃって、テンションがなんかもうね、なんかすごかったですね、自分がはしゃいでました、恥ずかしかった。でもなんかあんなはしゃいだ後にすごいなんかエンジンとかになるとさ、基本さ一旦真面目になるわけやん。だからさ、はしゃいでる自分とエンジンでの自分が数分間の間で違う人すぎてすごく嫌だ、恥ずかしい、もうどっちかにしてほしいその日はなんかもう一回はしゃいでるシーン見せたらもうずっとはしゃいでるアンナでいてほしいし、もう真面目シーン見せたんなら一生真面目なアンナで、あのその動画は終わってほしいの。なのにあの数分間でなんか2パターンの自分が現れると、なんか自分でもなんか恥ずかしくなるから、すごいなんか気まずい、気まずかった。なんかちょっとマジで見てられんかった、あれ。でもマジ世界で一番本当に可愛すぎるエンジンだったから幸せだった、幸せでした。でも私たちみんなはしゃいじゃうの、やっぱりね、キャラクターと一緒にってなると常にマジでリハーサルがだいぶ押します、だいぶ押しますね、やっぱね、あのテンション上がりすぎてだってもうダンスの先生とかもさ、もうなんかねえかわいいね、よしじゃあ動けるかなって赤ちゃん言葉になる感じみんなだからもうちょっとゆっくりになるのよ、もううちらのスピード自体も。だからもうリハーサルもねめっちゃ時間ねえ、絶対うちらで、ね、押してしまう、うちらがさいちいちさなんかもうかわいいとかさ、なんかちょっと行動しただけかわいいっていうさ時間挟んじゃうの、うちらがそうで、あのまたねみたいなバイバイって本番よろしくお願いしますとかってさ、リハーサル終わってさやる時もさ、もうさキャラクターみんな優しいからさ、一人ずつにさ一人ハイタッチしたらさ、もう全員にわざわざしようとしてくれてさ、だからさもうかわいすぎてさ、もうねごめんねってぐらい、もうほんとねそんなね対応してくれてありがとねって思うぐらいにさ、そうお見送りまで一人ずつしてくれてさ、神すぎる。アイドル、アイドルでした。毎朝さキャラクターが起こしてくれたらいいのにね朝早かったよ、朝早かったけどそんなこと苦にも思わんかったね、マジで。なんか、まあ、確かにその辺はみんな、しかも前日なんだっけ、お話し会かなんかだったんよね、多分。なんだっけな、なんかだったんでしょう。だから本当にその後すぐ移動してだったからね、結構ショートスリーパーだったけど、そんなこと平気すぎる。やっぱキャラクターというか USJ の力でかすぎ、もうなんか楽しみが勝っちゃってましたね、みんな。朝から声がでかいって怒られるぐらいですから元気すぎて平気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 。まだだって暗かったもん、リハーサルしてたら明るくなってきた。
え、あれってさ、なんか見てたのかな、誰かリハーサル。ホテルとかからあれって見えんのかな。何時だったんだろう、もう覚えてないけど。音漏れとかしてたんかな。え、そのマイクがもう鬼冷たかった。今までで一番マイクが冷たかった。でもそれはもう朝だけで、全然本番は冷たくなかった、大丈夫だった。でもなんかそのまあ、リハーサルをしてるぐらいバレることはいいけど、なんちゃらの曲が聞こえたとか、なんか一緒にキャラクターと踊ってたとか、マジで絶対に 今後とかもね書かないでほしい、本当に。絶対さ、見たくない人やっているじゃん。でも今ってなんかおすすめとかでもさ流れてきたりするやん。なんかマジでさ、もしさ、これからなんかどんな現場でもそうだと思う、イコラブの現場だけじゃなくてさ、マジでネタバレしないでってすごい思ってた、その時。お願い誰も書かないでねって思ってた。でもなんで知ってんだ、どこから私たちのことを今見てんだ、リハーサルってなってた。絶対に書かないでって思ってた。みんなもさ絶対見たくないじゃん、そういうの楽しみにしてたいじゃん。でもあれだよね、なんかさリハーサルとかたまにさ音漏れしてるんでしょ。私たちはそんなことも知らずにさリハーサルしてるけどさ、やだよね、あれ聞こえるの。だからイヤホンとかしてね。まあ別にね、知ったからどうってことじゃないかもしれないけどさ。武道館とかすごいの、マジ。そう、気づかないふりして。SNS には書かない。イヤホンしても聞こえるの、マジで。そうなの、マジね。そうなんだ、そんなに。コニファーはしょうがない、もう野外やからな。え、そうなん、そんな聞こえるんや。まださツアーとかはいいけどさ、1公演しかないとかっていう時とかはさ絶対嫌だよね。なんか願ってたもん、 USJ の時みんなで誰も瀬戸りとかやってた曲をつぶやきませんように。でも幸いそんな SNS ツイートは見なかったからよかったって思ってた。コニファーで音漏れあったのにその曲披露なくて戸惑った。え、そんなことある。なんで、え、そんなことある。え。次の日だったとか、そういうことじゃなくて次の日のリハをしてたのかな。何なんだろう、発声練習用の曲。いや別にでもその瀬戸りの中からしか選んだことないから、何なんだ、あ、サマステはめっちゃ聞こえるよね、リハね。確かに、それはもうしゃあない。しゃあない、しゃあないな。何だったんだろう、曲披露ないのに歌ってた曲、なんでなんだ。記憶にない。 YouTube 見た、ありがとう。ギリギリに会場着いたことしかないの、意外と得してるかもしれません。いける。いける。いや、いいのよ別にね、リハの音漏れはだってこちらが音漏れしちゃってるんだからさ、それはいいんだけどさ、それをさユニバのやつはさ、なんかキャラクターととかも最初にリハーサルしてくれてたからさ、そう
全部それでさ、しかもなんか全員何すごい大人数がもう聞いてしまってる見てしまってるとかでもなかったからさ、そう、普段のあれとは違うからさ、ネタバレしないでねって思ってた。一人でねわーこれやるんだってテンション上がるのはあれだけど、ちょっと SNS だけには書かんといてくれやって思ってた。でもいい人だった、みんなみんないい人だった。ツーショット6月初めてありがとうございます。めっちゃ目赤い、何なんだろう。ユニバで遊んだ、楽しかった、楽しかった。6月頃の髪色ね、どないだろう自分でもわからん。でも今はなんかこんぐらいの色が落ち着いてるからこんぐらいかな、明るくしてない気もする、まだ。リハーサル見学、ちょっとリハーサル見学は気まずいかもすごいよね、なんかさ結構さ K-POP ってあるんですよ、リハーサル見学みたいな。リハーサル見学じゃないな、なんて言うんだろうな、音チェック入れる VIP 席みたいなの結構ね、どのグループも多かったりしますよね。 K-POP ってあんま日本ってなくない、日本のグループって。そういうのサウンドチェックだ、サウンドチェックのなんか VIP みたいな席があって、会員長期の会員とかが入が当てれるみたいな、応募できるみたいなとかがあって、うん、ビーズさんあるんだ、うん、すごい、結構あるんですよね K-POP グループって。サウンドチェックかわかる、そう K-POP ね、そうみんなすっぴんとかですごいですよね海外ありがちなんだ、俳優さんのファンミでも見かけた。へえ、トワイスさんもありますね。あれ日本でもあるのかな、日本はないのかな、どうなんだろう、どうだっけな、わかんない。恥ずかしい恥ずかしいです恥ずかしいよ、もうそんなの本番じゃんそんなの本番じゃん、わかんない。なんかそれがなんか最初からあってとか日常化してたら全然大丈夫なんだろうけど、7年間やってなくて急に始めたら緊張しちゃうリハで着るものを意識したとてビブス着てるから。え、そうなの、なんかさ可愛いさおしゃれなさこのテンション上がるレッスンに着るとするじゃん、そう聞いてください、着るとするじゃん。でもビブスで隠れるんすよね、上 T シャツとかさ、なんか可愛いテンション上がる今日はこの着ていこうって言ってもなんか結局ビブス着るんですよあるある、しょうがないんですけど、そう結局なんか山本アンナみたいになって、そうだから結構ノロノロとかこうみんなで踊る時とかなんかそういうなんだザ・ダンスみたいな曲を踊るときってあのビブスを脱いで私たちそうなんかこっちの方がかっこいいってなって、そうちょっとその別にただリハ動画だから何自分らしか別に見ないんですけど、テンション上げるためにあのビブスわざわざ脱いで気合い入れてやるときある。別になんかビブス着てたら気合い入んないとかじゃなくって、なんかそのなんだろうな、体のラインとかがちょっと見えづらいんですよ、やっぱりそのダボっとしてるじゃないですかビブスって。だからそういう時にあの体のその使い方とかが分かりやすいようにビブス一旦脱いであのやることとかたまーにあります。
いやビブスは必要なんですよ。だしビブスを着たらなんか気が引き締まる感覚もあるんですよ別に。それはだけどその体のラインとかが見えづらいから結構その着とかないといけない時以外は脱いじゃったりする時も多いかも。あとなんか私絶対左肩が落ちてくるからそうちょっともうねイライラしちゃう。ああってだから。ビブスは何枚かありますね。ショート丈のビブス作るね。なんかアイドルはめっきりもうなんかてっきりめっきりビブス文化になりましたよね日本のアイドル。なんか韓国はさなんていうのなんかリレーとかでつけそうなさこう四角になってこう肩ひも紐みたいなのがこうあるやつよく着てる。ゼッケンみたいな。そうそうそう違う。日本と韓国日本はビブスやからみんなさノイジョイはさそれぞれのさグループカラーなのにさイコはピンクじゃないからイコは黒だからそこはピンクじゃないっていうね。黒でも黒が落ち着く。いやもう黒がいい黒がいいです本当に。もう今はもう黒で慣れすぎちゃったから。なんでだろう黒がいいって言ったのかな私たちが。それかなんかピンク嫌がるだろうなって思ってスタッフさんが黒にしたのか。でもなんか一個だけ面からのビブスあるんですよ英語で書いてある。知ってますよね。そうメイキング多分見てる方は知ってると思うんですけど あるんですよ。それは なんだっけビーセルか。ビーセルの時かなんかになんか作ってくださったビブスがあって、まあ、それもなんか結構パッと作ったやつで、そうなんかね韓国のそのなんだ監督さんだったから、あと撮影チームとかも皆さん韓国の方だったので英語でそう漢字だったから山本アンナって、だからアンナだけのビブスみたいなでカラフルになってるやつが来て、そうでも本当に私がマジでねなんだっけな交通整備だったり、そのなんかなんていうのなんて言ってたんだっけな、なんかゴミ拾いとかにの時にこうさ地域の皆さんでやる時にしてるビブスみたいなさ蛍光の緑で、それが本当に面白すぎてもうずっと笑ってたみんなで。あそうなんかボランティアの方みたいな本当に緑のすっごい蛍光色のそれにアンナって書いてあって、しかもなんでアンナが緑なんみたいな、もうみんなもでなんでサナと私が逆じゃろうみたいになって、そうサナが青かなんかで私が緑でまずそこでなんでやねんみたいになって、でもう私がもうなんか交通安全みたいな感じに見えて、もうそれビーセルフィッシュの時で、でも気合い入れたいのにもうそっちで笑っちゃって、最初はちょっと戸惑いましたもうカラフルすぎてもうなんかおもろいし、その中でも特にやっぱ緑の蛍光が本当になんか交通安全すぎて本当になんか面白くてね。でも今回だからノロノロでも来ました。一回それで動画撮影して久しぶりにそれ来たから、またこれ着るんかいってなりましたそうそう横断歩道で私多分子供守ってる。大事だけどさ、でもさそれで踊るってなったらさちょっとさ旗当番してます。旗当番っていうビブスもあります。一応英語バージョンもあります。だから全員黒バージョンの英語が欲しいですね。ヒューストンのリハはそっちかな。いやー、交通安全
やっぱ大事なんで、安全をしっかり守っていきたいと思います。10時16分、そろそろ終わろうかな。そろ終わりたいと思います。ヒューストン楽しんできてね。ありがとう、ありがとう。いう、あの今日は野球のカープのね動画の話をしようと思ったんですけど、まあどん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 話がそれて、それまくってこんな感じで、交通安全を守るという話になったんですけど、皆さん交通安全はとても大事なので守っていきましょう。ということで順位を読みます。13位がヒッキーさん、12位が日清月歩さん、11位がみかんさん、10位がにーさん、9位がエリ君、8位がなかなかさん、7位がミスターさん、6位がタカチョさん、5位がユーシスさん、4位がマツケンさん、3位がトモ、2位がシマショウさん、1位がジッスンです。ありがとうございます。それではさよなら、 YouTube 見てね。ありがとうございました。お話し会とかサイン会とか撮ってくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしております。いつも本当にありがとう。感謝です。バイバーイ。